お控えなすって。はい、ただいまね、こちら草加市民文化会館に来ておりますが、はい、目玉テレビにこちら照井光輝さん、出演していただいております。今日はありがとうございます。照井さんはもう夢舞台はどれぐらい出られてるんですか？もう5、6回出てる。あ、もう5、6回目なんですね。実は僕朝のね8時45分に来たんですけど、同じぐらいのもうもっと早く、ほんで一番初めに楽屋でもう実はあった、ね、ですよね。もう2人でもうねこう朝早くから来てて、ああ今日もうじゃ歌歴は結構長いんですか？そうでもないです。あ、本当ですか？ただ歌が好きだから。誰かこう応援されてる歌手の方がいらっしゃる？福田浩司さん。あら、福田浩司。あら、いいですね。三木さん、三木さんの、歌も、こちらね目玉テレビで、放送されますので、はい、ぜひ皆様聞いていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。何かこう他に一言言うこと大丈夫ですか？もっと上手くなりたい。あだって5、6回も経ってるんですよ。曲が出てくると、はい、もう、うん、よし、歌うんだっていう、あ、そういう気持ちになって、じゃあもうガチッとこう、固まる、はい、いいですね。よろしくお願いします。本日、三月さん、ありがとうございました。はい、イエーイ。41番、照井光輝さん、津軽五条、お願いをいたします。恋は恋しいよ。